和光でございます。今日は2024年の4月の17日水曜日でございます。一つ前の動画での後半にですね、ちょっと予告したんですけれども、2004年からですねブログを書いてまして、今年で20年になるんですけど、最近はちょっと更新サボってるんですけど、でですね、その20年間の間に、私昔20代の頃トラックの運転手だったんですよ。で、3からトラック乗り始めて29歳で引退したんですけども、その間10トン車からスタートして、で途中から大型トレーラーに乗り換えましてですね、乗ってました。で、そのブログの中でですね、そのなんかトラック時代のその昔話的なことをですね書いてたんですよ。そしたらそこが、そのカテゴリーがですね意外と受けが良くてですね、まあ知り合いからも、そうじゃない人からも、いや受けましたとか笑いましたみたいな風な感想をいただいたので、それはですねやっぱりテキストだと限界があるなって常々感じてたんですよ。こっちが伝えたいニュアンスで、果たしてテキストでどこまで伝わるのかな、テキストと写真でっていう感じで、まあ一応頑張って書いたんですけど、書いた内容の話を時折思い出しては嫁さんに結構話、あの時はそうだったよなみたいな話でするとですね、同じ話なんですけど嫁さんが何回も同じところで受けるんですよ。だもんで、これちょっと YouTube で話したら面白いんじゃないかなと思って、ちょっと試験的にですね、そのまあ私のトラック野郎時代のですね話をちょっとこう動画にしてみようかなと思って、試験的な一本でございます。で、これでもし面白かったとか、もっと別の話聞きたいとかいうリクエストがあれば、また第2弾第3弾作っていくかもしれませんけども、まあ、とりあえず試験的な第1弾でございます。私、そのトラック乗ってた時代に、その後半は大型トレーラーに乗ってたわけです。で、大型トレーラーっていうとですね、これですね、ちょっとこんな大きいつもりじゃなくて、本当はミニカーでよかったんですけど、まあちょっと間違ってこんな大きいの買っちゃったんですけど、解説用にですねちょっと、買いました。で、私がやってた仕事、トレーラーの仕事っていうのは、ドレッジって言いましてですね、私と宮城県と仙台にその当時住んでまして、でもしかするとトラックとかフェリーをご存知かもしれませんけども、苫小牧、仙台、名古屋って書いたですねトナカイのマークの、フェリー会社があるんですよ。航路が苫小牧と仙台と名古屋っていうですね、そういう航路を行ったり来たりしてるフェリーがありまして、そこの会社の下請けにいたんですよ。で、ドレッジっていうのは、例えば北海道からうちのよく運んだ先にカルビーの工場とかがあったので、例えば北海道で新じゃがの季節にじゃがいもがたくさん取れました。そうしたらですね、この地元の業者が、北海道の業者がのトラックがブワーッとこれで積みに行くわけですよ。まあこれちょっとですね、海上コンテナの、シャーシなんで、実際は平ボディのシャーシとかウイングとかで行くんですけども、まあ北海道のトレーラー業者がブワーッつって、その北連のですね、じゃがいもの、ところに積みに行くわけですよ。そしてその積み終わったら、苫小牧のフェリーターミナルまでわーっと走っててですね、そしてターミナルに着きましたら、このヘッドとシャーシをガチャーンとこう切り離しまして、そしてこうシャーシがっていうか足がこう出るようになってますので、でこれで頭とシャーシを切り離してシャーシだけを置いてくるわけです。そうするとそのフェリーに積み込み専門の業者さんがいまして、その人たちもまた別なトラックでヘッドで来てガチャーンってつないで、そのままフェリーに何本も何本もこう積み込むっていう風な、それで苫小牧港を出港します。そしたらそれが仙台港に着きましたら、私たちが今度は
荷降ろしでですね、このシャーシだけがまず、埠頭にこう、もうブワーってすごい数のこうシャーシがブワーってこう並びますので、で、それを私たちは頭だけで、このヘッドだけの状態でブイーンっていきまして、ガチャーンとこうつないで、そして、で、私が、栃木県にあるカルビーの工場、結構大きい工場あるんですけど、カルビーの工場まで運ぶみたいな、そういう風な感じなんです。だからドレッジっていうのは、そのヘッドとシャーシを切り離して、シャーシだけをフェリーに積んで、そして、仙台なり名古屋なりに送るわけです。そして、その仙台なり名古屋の地元の業者がヘッドだけでブワーッと行ってガチャンとつないで走るみたいな、まあ、そういうですね、まあ、結構効率的な輸送手段で、まあ、私は結構画期的だなと当時から思ってたんですけども、今から30年ぐらい前の話なんですけど、それでですね、多分今もドレッジは続いていると思います。もう私引退して何年かな、もう25年になりますけども、まあ今も多分そういう形で北海道と本州の輸送と手段として、そういうふうなドレッジが使われていると思います。それでですね、結局今回の話はこのドレッジにちょっと関係ありまして、このドレッジの仕事っていうのは、私もトラック、自分の担当のトラック持ってましたけど、トレーラーのヘッドだけなんですよ。要はこのヘッドだけが私の担当者なんです。そしてその日の仕事によって引っ張るシャーシは毎日毎日違うんですよ。だからこれは海上コンテナタイプのシャーシですけど、開口が引っ張る時ももちろんありましたけども、あとは平ボディだったり、あと冷凍車だったり、ウイングとかですね、まあそういういろんなタイプのシャーシをガチャンとつないで走るわけですから、もう何でも運んだんですよ。まあある意味何でも屋ですね。鉄骨から野菜とか魚とかのこう生鮮品とかですね、冷凍食品とか果物とかですね、そういうものもありましたし、あとその鉄骨は言いましたね、あと建材とかですね、ベニヤ板とかですね、もう何でも運びました。私たちは何でも運びました。で、毎日毎日そのシャーシが違うわけですよ。そしていよいよこの本題に入りますけども、ある日私がその仙台から猪苗代の、福島県の猪苗代湖の近くに荷物を、確か農薬だったかお米だったかなんかそんなだったと思うんですけど、それを下ろして、そして栃木県から栃木県の北部、確か西那須とか矢板とかあたりだったと思うんですけど、そのあたりから荷物を積むっていう風な仕事だったんですよ。それでちょっと地理的な話をしますと、福島県のその猪苗代ってこう本州じゃねえ、まあ東北こう縦にこう長いですか、そしてちょうどこう福島県の真ん中あたりにこうあるわけですよ。そして栃木県の私が積み込みに行く予定のところは、ちょうどその何て言うかな、真南っていうかにある位置するところだったんですよ。それでですね、本当は高速ももちろんあるんですけど、高速を使った場合にグイーって遠回りをして、そして高速こう磐越道っていう高速道路があるんです。磐越道からぐわーっと東北道の方に戻って、そして東北道から行かなければいけないっていうですね、ちょっと高速を使うと遠回りになるわけですよ。その当時ナビとかがなかったんで、私、まあ要は地図を持ってたわけですけども、それでですね、猪苗代からその栃木県の北部に行くのに、どう行ったら一番近いかなと思ってこう地図を見てたわけですよ。そしたらですね、国道294号線っていうのがあったんですよ。で、294号線だと猪苗代から、で、この
途中にですね、白川っていう、よく白川の関とか言われますけども、白川のインターンがあったんですね。だから294をずっと南下していって、そうすると白川のインターから高速乗って、東北道の高速乗って、いけるなっていうふうにその時思ったんですよ。だもんで、よし、じゃあ294を行こうって思ってたんですよ。でもですね、ちょっと私のトレーラーの会社の先輩方によく言われてたのは、おい、和光、三毛たたいの国道は注意しろよって言われてたんですよ。狭いとこもあるし、国道とはいえですね、ちょっとトレーラーも通るのが、ちょっと危険なっていうか、通れないようなとこもあるから、三毛たの国道を気をつけろよって言われてたんですよ。でも、その時私バカだったんで、まあなんとかなるっしょみたいな感じで、まあ294もどんな国道なのかもわかんないままですね、入ろうと思ったわけですよ。そしたら、その294に入る手前のところで、ちょうど私無線クラブに入ってまして、トラックの人よく無線つけてるじゃないですか。で、なんとか会とか、何々クラブみたいな感じの、行灯つけてる人多いですけども、私もご多分に漏れず、クラブを象徴する色のテープをですね、アンテナに巻きまして、で、行灯前につけてたわけです。そしたらですね、その反対車線からうちのクラブのメンバーの人がボーンって来てスライドしたわけですね。で、その時無線で私、花ちゃんっていうコールネームだったんですよ。で、あ、花ちゃん、こんにちは、みたいな感じで、あ、どうもどうも、みたいな。それで、どこどこマイナスっていうのは荷卸しですね。マイナス完了のどこどこプラス向け、プラスっていうのは積み込みですね。みたいな感じで、で、これから294行こうと思ってって言ったんですよ。そしたらですね、そのメンバーは4トン車だったんですけど、で、スライドってすれ違うことなんですけど、そのスライドすると、結局、無線も、そんなに出力高くないですから、ある程度離れていくと、もうだんだん交信が電波が離れていって、交信がわーガサガサガサってなっていくわけですよ。で、その時ですね、だからそのメンバーが「花ちゃん、294はね、大型バルーンじゃなかった」みたいな、そんな感じだったんです。そんな感じで交信が終わったんですよ。で、うーんって思ったんですけど、まあ一応、またその時も私バカだったんで、まあなんとかなるっしょみたいな感じで入ってったんですよ、294に。そうしたらですね、最初のうちは結構その道幅も広くて綺麗で良かったんですけど、なんかだんだんちょっと狭くなってきたんですね。そうしたら、この先大型通行禁止、大型通行止めだったら通行禁止っていう看板がこうあったんですよ。でも見る限り入り口はそんなに狭くないし、道を見た感じも、そんなに広くな、あの狭くなかったんで、まあ大丈夫っしょみたいな感じで、わーっと入ってったわけですよ。そうしたらですね、やっぱり、だん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 道幅が狭くなってきて、で、崖の、なんていうんですかね、横の山肌のところが山肌から、木の枝とかがビョーンって飛び出てるようなやつあるじゃないですか。あれもうガッサガッサもう擦りながら行くみたいな、そんな感じでだんだん狭くなっていくんですよ。それなのに294号線、当時はですね、もうほんと結構交通量多くて、乗用車もいるし、あと、大型入れないって言っても、ダンプは入ってたんですよ。で、ダンプは、幅さえ気をつければもう短いですから、多分小回りが効いたりとか、そういう意味で、ダンプも地元のダンプさんの人が走ってたわけですよ。で、途中ですね、ダンプ来ると、ああ、どうしようみたいな感じで、で、そのどっちかが結構バックしてですね、少しギリギリ大型がすれ違えるようなところまで行って、それギリギリすれ違うみたいな。そんな感じだったんですよ。乗用車とすれ違うのも結構きついところもあったんですけど、もうギリギリまでお互いに寄せ合ってですね、やるわけですよ。で、その時にですね、トレーラーっていうのは、当時、ですね、
このトレーナーのシャーシっていうの、この車輪、ここにこう軸が2本あってこうあるじゃないですか、車輪が。で、ここのブレーキっていうのは油圧とかじゃなくてエアブレーキなんですよ。で、このシャーシ自体にはタンクも何もないので、ただここにこう、ここにですね、エアをヘッドからつなぐためのこうつなぎ口と電源のカプラーがソケットがあって、でずっとこうやってそのブレーキのライン、エアラインがあって、ここの、車輪はエアブレーキだったんですよ。そしてトレーラーは基本的には今は分かんないです、油圧のブレーキが入ってるかもしれませんけど、確か前輪エアブレーキだったと私は記憶してるんです、当時ね。で、要はそのプシャン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 ってこう何回もブレーキを踏むと、どん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 エアがなくなっていってですね、吸ったもんで1回エアがなくなると、エアタンクがあってバー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 ってこうアクセルバーってこう吹かすと、エアがどんどん溜まっていくので、それまでこう待ってなきゃいけないんですよ、ずーっとエアをうわーって溜まるまで。それでエアが溜まって、でまた走り出すみたいな、まあそういうのをこう繰り返してたわけなんですね。で、たまたまです、その日私が引っ張ったこのシャーシっていうのは平ボディのシャーシで、しかももうとんでもなくボロだったんですよ。もう床に穴が開いてるような、そんなもうボロいシャーシだったんですけども、これがちょっとこれからの今後のポイントになっていくので、よく覚えてください。ボロボロのシャーシだったんですよ。そうしてですね、こう294号線、昔の国道っていうと結構山沿いのもう崖があって、でもうガードレールがこう張ってあったないとこもあったりとかしてですね、もう崖沿いをこういうですね、もうつづら折りっていうんですかね、こういうもうぐねぐねしたこういうですね、道にこうだんだんこう山に深く入っていくと、そういう道に変わっていくんですよ。それでですね、結構トレーラーってこう上からこう見るとですね、だんだんこういうふうにこう曲がるじゃないですか。で、結局こう曲がるとグイッとこうなってこう曲がっていくわけですけども、本当はこれあんまりっていうか、できればやっちゃいけないことなんですけど、トレーラーっていうのは要はですね、ここを軸にしてコンパスみたいにグイーンともうタイヤをねじってですね、こう回ることができるから、本当はこれやっちゃダメなんですよ。これで重量物積んだ時にこれやると、ドーンってタイヤが吹っ飛んでいったりするんで、ホイールがもう外れちゃって飛んでいったりするので、非常に危険なので、やっちゃダメなんです。でももうその時は荷物積んでない空の状態で、平ボディで軽いシャーシだったんですよ。だもんで、結構狭いところでグイーッとこうねじっても、ある程度許されるわけじゃないんですけど、決して許されないんですけど、でもそうじゃないともう曲がれないんだからしょうがねえじゃんみたいな感じで曲がっていたわけですよ。そうしてです、そうしたら、ある一箇所でですね、皆さんの方からこう見て、こう下りの坂でグイッとすごい角度のカーブがあったんですよ。で、ちょっとですね、その時の私のあれではないんですけど、ちょっと似たようなつけたので、そこからちょっとキャプチャーしたやつを使ってご説明します。で、こんな感じなんですよ。で、そこをですね、曲がれないんですよ。もう、どうやっても曲がりきれないんですよ。こういうふうにぐいっとこう、要はその、なんていうんですかね、曲がれないんですよ。それでですね、たまたま、そのぐいっとこう、カーブになったとこだけ、ガードレールが、なかったんですよ。そこで私考えたんですよ。で、車輪をわざと
崖に1本2本脱輪させたら曲がれんじゃないかなと思ったんですよ。それでですね、あのトレーラーの仕組みもう一回説明しますと、あの駆動輪は この軸だけなんです。これだけが駆動輪なんですよ。でこれはただ引っ張られてるだけなんで、これに駆動輪はないんですよ。だもんでこの駆動輪さえ生きていれば、たとえこの2本が崖にこう脱輪したとしても、この軸でグイッとこう引っ張り上げればいけるんじゃないかって思ったんですよ。当時私25歳ぐらいだったかな。まあとにかくバカだったんですよ、本当に。それでですね、もうその時点で曲がれねえどうしようって何回もこうトライするんだけど、やっぱ曲がれない、どうしようどうしようって思ってたら、もう前も後ろも車がですね、もうパンパンに詰まってるんですよ。でうわーっつって、で何回もブチョン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 ってこうブレーキ踏むもんだから、もうエアーもなくなっちゃって、であのマキシブレーキって言うんですけど、トレーラーにはマキシブレーキっていうのがついてる。完全に全てのロックするブレーキがついてるんですよ。でまずもうとにかく気持ちを落ち着かせるためにですね、マキシブレーキをバシューンってかけて、でブイン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 ってこう精神集中しながらですね、あのアクセルを開けて煽って、エアーをだんだんこう溜まるのを待ったわけですね。それでですね、もうあのこう運転席あるじゃないですか。で窓をこう見ると、もうあの反対側の崖の、まあ、もう見えるぐらいの角度なんですよ。でもみんなあの私の後ろにいる車がもうみんな注目してるんですよ。どうなんだろうみたいな感じで。それでですね、あのそうしたらですね、私がブシャンってこうマキシブレーキ解除して、さあ行こうとしたらですね、この後ろの方にいる乗用車の乗ってる人がですね、なんか叫んでるんですよ。で、あの、で私も窓を開けて何叫んでるのかな聞いたら、運転手さん脱輪しますよって言ってんですよ。分かってんだこの野郎みたいな、分かってやってんだよなみたいな、皆まで言うなこの野郎みたいな、なんかこうこっちはですね、もうドキドキで、まあ気持ちはありがたいです、そこはありがたく受け取ったんですけど、もうそれ以上言わないでみたいな、そんな感じでですね、もうあのまあそんな感じでですね、こうよし、こう心を決めてですね、ちょっとその間エアがたまるまで、当時私タバコ吸ってましたから、タバコ吸いながら一服しながらですね、ちょっと精神統一をして、それでよしカーンみたいな感じで、よーしみたいな、そしてマキシブレーキブチャンっつって、でスタートしました。で案の定をここのあの4本あるちこの2本ですね、こう曲がろうとした時のここですね、ここが崖にドドーンって2本脱輪したんですよ、案の定。そしてそっから私はですね、このヘッドでここのここがですね、もうホイールスピンですよ、もうキュ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 ッつって、でそのキュ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 ッつってボコンってこうボコンって上がって、それであの無事にそのカーブをクリアすることができたんですよ。もうですね、もう私のその声かけてくれた車の後ろに地元のダンプの人いたんですけど、もうね窓開けてね、もう腹抱えてね指さして笑ってましたよでも見えるんですよ、もうバーカみたいな、明らかにバーカって言ってんなみたいな、なんかそんな感じですね。まあそんなことがあって、無事にそこをクリアして、その先は同じようなところがこうなくて、まあなんとかかんとかですね、その後もちょっと狭いとかあってかなり神経を使いましたけど、なんとかかんとか294抜けまして、白川まで抜けて
で無事にその栃木県の積み場まで行ったっていうですね、まあ、そういうことがありました。でですね、まあ若気ないって言ったらまああれなんですけども、まあ一応、まあ、そういうそれも経験ですから、まあ、まあとにかくこう命あってのものだねって言いますけど、まあもう本当にまあ私が例えばヘッドまでその一緒になってもう崖に落ちるみたいなことはまあまずないだろうとは思ってたんですけど、まあ一応そういうことがなくてよかったです。で私もこれが例えばですね、このシャーシがですね、例えば新車とかまだ新しいピカピカなシャーシとかだったらちょっと躊躇したかもしれないですけども、まあもうボロボロの床に穴開いてるような古いシャーシだったんで、まあ何のためらいもなくて言ったら変ですけども、まあ行くことができたっていうですね、実際そういうところでもし曲がりきれなくなったら、ちょうどですね私の同じ会社の友達ですね、いわき市内かなんかで、福島県のなんかこうクランクで狭いとこ間違って入っちゃって、でもうどうしても曲がりきれなくなっちゃって、でそこにもうクレーン車呼んできて、もうクレーン車でですね釣って、で動かしたっていうですね、そういうやつがいたんですよ。なもんでやっぱりですね、まあ、トレーラーは特にそういうところは気をつけなきゃないかなっていうですね、まあそんな話でございます。そしてまあ帰ってからですね、もう私の一つの、まあ、武勇伝になったわけですよ。まあ武勇伝、それでですね、それを会社の先輩に生きようよと話したら、いや今日こんなことがあってですねみたいな感じでですね言ったらね、バーカって言われて終わりました。まあその通りでございます。まあ第一弾、まあこんな感じでいかがでしょうか。まあこんな感じでこの他にもですね、ドレッジならではのいろんな話があったりしますんで、まあ今回どこの話をご覧いただいて、まあもし他にももっと聞きたいとかですね、まあそういうのがございましたら、コメント欄とかでリクエストいただきましたら励みになりますので、また頑張って作ってみようかなっていうふうに思います。ということで、試験的に第一弾トラックの、話っていうことで、終わります。ありがとうございました。失礼します。